さあ、うん、行きますよ。ね、行きましょうか。行きましょうか。行きましょうかね。はい、こんばんは。11月17日火曜日の夜です。こんばんは、平山茂です。大丈夫だよ。大丈夫。毎日大丈夫って言ってますけども、ちゃんと毎日見てくれてますか？今日もご視聴ありがとうございます。今日もいっぱい大丈夫って言います。まあ、とにかく今日はもう火曜日です。今週頑張って、あと水木金ね、土曜日の人もいるかもしれない、水木金土とかね、まあ、日曜日が仕事の人もいると思うけども、しっかりね、次の休みを楽しみに行きましょうね。楽しみに、休みを楽しみに、そして休みを思いっきりエンジョイしましょう。いい思い出を作って、2020年こんな年だったなって言えるようなね、いい思い出作りましょうよ。2020年は本当にいろいろありましたけど、みんなも多分いろいろあったと思うね。大丈夫ですから、大丈夫ね、うん。まだ今年は終わってないよ。まだ来月もあるからね。12月もまだまだ。うん、今日一日本当にお疲れ様でした。また明日も頑張って、今週乗り切って週末楽しい思い出作りましょう。大丈夫だよ。大丈夫。大丈夫だから。大丈夫？大丈夫？大丈夫？明日は水曜日ね、週の中日となります。思いっきりね、明日も張り切っていきましょうよ。から元気でいいんです。から元気で、ちょっとね、いつもよりちょっとこう軽快にちょっと行きましょうよ。軽快に、ちょっと階段上がるときね、しんどいなって思いながら歩くんじゃなくて、ちょっと駆け上がっちゃいましょうよ、階段をね。テンポを上げていきましょうよ、うん、無理やりね、無理やり、無理やりですよ。そんな気分じゃないかもしれない、でも無理やりやるんです。無理やりちょっとテンポ上げていきましょう。そしたらちょっとこうなんか乗ってくるっていうかね、乗ってくる、乗ってくるんです。そんな感じでちょっとね、楽しみましょうよ。なんか全てを、起こること全てを楽しんで、全部受け入れて、その上で笑おうっていう、めっちゃ面白いなって、それでいいと思うんで、大丈夫だから、大丈夫。じゃあまた明日ね、またパッ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 、また明日会いましょうね。また明日、おやすみなさい。おやすみー。